かき氷を折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。開きます。角と角を合わせて折ります。辺と辺を合わせて折ります。こちらの中、角を中に折ります。こちらの袋を開いて折り目で折りたたみます。折り目で後ろ側に折ります。反対側も同じように折ります。こちらの角を内側に折ります。中に入れます。辺と辺を合わせて斜めに折ります。そのまま内側に折ります。裏返して角を内側に折ります。裏返します。こちらの角をこちらの角に合わせて折ります。反対側も折ります。角と角で後ろ側に折ります。次に氷の部分を作ります。こちらを三角に折ります。三角に折ります。開いて角と角を合わせて折ります。角から斜めに折ります。こちらの辺で後ろ側に折ります。裏返して袋を開いて折りたたみます。こちらを後ろ側に折ります。裏返して角と角を合わせて折ります。裏返して器に入れます。
こんな感じです。シロップの部分をかきます。こちらで完成です。